よろしくね。あ、よろしく。あ、よろしくね。今日さ、放課後どっか行かない？え、行きたい。私も行きたい。私たちの出会いは席が隣だったから、そこから意気投合して仲良くなった。なのにどうして私だけこんなことに。もう耐えられないよ。マジ言うってさ、そういうとこあるよね。あるある。そろそろ本人に言おうかなと思ってんだけど。私も思った。でもさすがにさ、泣かれたら困るよね。わかる。みんな帰ろう。ゆき、一緒にさ、スタバ行かん？なんでナナは私のこと無視したんだろう。どうして。ゆき、スタバ行く？あ、うん、行く行く。なんでゆきだけ誘われて私は誘われないの？ゆうも来る？え、私のこと嫌いじゃないの？どういうこと？あのさ。え、なに？ナナ怒ってる。全部バレてる。心の声。心の声出てるんだよ全部。え、どうしよう、恥ずかしい。キューは思ってないことも必ず合わせちゃうでしょ。自分は気づいてないと思うけど、全部心の声漏れてるの。だからユウがどう思ってるかなんて丸分かり。それなー。ユキ、実はユキともユウの心の声漏れてるからどう伝えようかって話してたんだ。気を使わなくていいし、合わせようとしなくていいよ。ユウはユウのままでいてほしい。それが友達でしょ。ありがとう、ナナ。二人とも本当に優しいな。友達になれてよかった。ああ、心の声漏れてるから。うん、今のも全部聞こえてます。はい。